いやいや、ほら。それでは参りましょう。先行フルートスペースプラネット高校リバージョンと8勝です3本勝負レディフォイ。さっきの外で話した通り、別に面白いやつだし興味もない、なんてことも言わないから、これ先行的と言うことないから、ついにビートに乗ってる簡単な始めるセッション。 OK、 そんな感じで楽しんでいこう。別に無駄なディスとか無駄なタッチとかどうでもいいから、ビートに行こう。 Yeah、 興味ないから親身一体、信じたい、大嫌いって言われたやつでも俺は愛したい。だけど信じたい、だけど持ってる新機械とかさ、マジどうでもいい、いつもの踊り、キープとペイとか知らないけれども、キックとマイペイ、ヒップホップ知ってるけれども、最後の日々もミントじゃないぜ。いつもの通り、俺もがキープペイと言ってるけれども、まあまあまあ、もうどうでもいいような話ならし、俺バイクチェックワンツー。お前の相手が今の俺じゃなかったら、その早口も光ってたけど、俺の後だからおっちょっと遅い感じだから、つまらないこのスピード、かね逆打ちだけじゃ俺に勝てない、簡単な話をしよう、だから俺はそうだけど、やるだけど勝てない、別な誰もフルー。 Yeah yeah、 これなら話もルードグッド、ずっとスッとぶっ飛ぶって中毒してグッと苦して言っとく。 Yeah、 何がライマーとかフローとかどうだってええなみたいな感覚、俺はどれにの音階の上で遊んでるだけ、ライマーとかしょうがないな、俺はウォーターフライヤーみたいな BS イエスポンの通り、何がゴーストライダーとか知らないけど、ゴーストライダー呼んでない、俺の自分の自分で知ってるもんね、信じたい、だからこそ俺の俺は信じたい、このバキキキキと俺が心配、同じこと言っても無駄だじゃん、結局落ち着いてラップできないじゃん、それがつまんないから、ちゃんとしなきゃって、首洗って待っとけってハイザー。 Yeah、 こんな感じ、俺は先を見据えて生きてるだけ、だって金感情より大事な感情、俺が俺を食って見せた感動。 Yeah、 感動とかまだあと、いきなり出てきたそのハイザー、俺を倒せず出てきたカイザー、あれ変わる懐が甘いな。 Yeah、 俺もビアスマダビ、最後の一発目で大逆転みたいな、お前はずっと回り続ける、俺はどのステージでかまし続ける、このビア終了。最高に気持ちいいバトルでした。それでは判定に参りましょう。先行フルートスペースプラネット、イエーイ、高校リバージット、延長延長、ちょっともう一回延長にしろ、カット当てましょう、延長しろ、先行フルートスペースプラネット、イエーイ、おおお、あとあとあるね、高校リバージット、イエーイ、延長でいきましょう、先行高校入り替わり、場所は一緒で大丈夫です、イエーイ、いいですか、あいやいや、一個です、でもすごい上がってるからなんか気持ちいいっすね。そう、なんか何にしてるあれ、いつか変えてやるよ、負けて首から下げたチェンジ、大丈夫俺は慣れるやつ。さあ行きましょう、初の延長です。先行リバーキッド、高校フルートスペースプラネット、発射率3本勝負、レディフォイ。だんだん遊び足りない、このせかせの上に、俺も上に、空は目にでもでき、言葉はかけなし、だからこそ、キスも取るで、アメフリのキス、よ、レッツゴー。またどうだっていい話も、ベビーシーン、俺ならいらない、ベニシーン、うつ病だけどいらない、ベニシーン、決闘せずに打ち上げる MC。別にオートチューンなくてもオートするようなナッシュワン、まるでいつもの通り使わないオートチューン、この声と武器がオートクチュール。だから別に俺は機械頼らなくても、このポーズさらに目にして何度も言うだけ、俺死にたいって気持ちすらこの場で死に変えたいから。 Yeah、 ワンクラスメール歌ってたのに、俺に指摘されて歌うこともやめたラップ、それじゃダメだ、自分の言葉全て貫きな、だって
横着地フルで選ぶラップみんな本当普通なんかつまらないな、ね、人と違うことが初めてがいいとは思わないけど俺のラップを知っていたので間違いないから一平台 up and down、大事なのはフロー強弱ってことだよ強弱ってか要求みたいなのつまめ俺やっててどうなっていいけどまだ勝手にまたディレスとかやってても意味ないし俺まだ即座に一刀両断ヒップホップどこにいても何も変わらずまだまだまだ続くまたどうでもうつでも夢うつつまたそんな感じでもなすずついやどいつもこいつも同じ行動ばかり言ってるから右から左先しみたいなこと言ってたから本当に耳響かない結局こぼれた様子結局全ぼれた様子 HeyHeyPA3 ロー上げてバックオンそんな感じだって音楽が好きな間違いないしでも別にこれは否定してるわけでもね自然心霊儀簡単なんだしだぜだからスティルクレンジスティーキ中指で礼儀終了それでは判定に参ります全校リバーキットここフルートスペースプラネット少々フルートスペースプラネット意外かもしれないですけど僕めっちゃ好みっす2人ともマジ気持ちよかった